はい、皆さんこんにちは。レクセン講師の畑です。今日はですね、2020年の合格目標、行政書士講座、名古屋駅前本校野畑クラスの特徴についてお話をしていきます。はい、ということで、この動画見ている方は、2020年の行政書士試験に少なからず興味を持っていて、勉強始めようかななんて思っている方でしょうね。で、そうなってくると、どうやって勉強しようかな、どういうツールを使っていこうかな、予備校を使うときにどの先生で受けようかな、いろいろ悩むところあると思うんです。なので、ぜひね、レックの名古屋校の野畑クラスを使って合格していただきたいので、私がどういう講義をするのか、いうことをお話ししていきます。まず簡単に自己紹介というところで、今写しているものは、これはね、レックのパンフレットです。表紙写しときましょうか。こんな形の表紙ですね。時期によって表紙は変わってきますが、2020年合格目標、パーフェクトコース指導というこの青い冊子ですね。この表紙の中にあります。いろいろ書いてます。細かいところはまた見ておいてもらいたいんですが、私自身、名古屋駅前本校で2013年から講義を担当してますね。もう少しベテランといいますか、長くなってきましたが。で、通学は名古屋駅前本校休日です。で、通信クラスも憲法基礎法学を担当している形になるので、一部の講座に関しては全国の受講生に向けて講義をしているということにもなりますね。さあ、そんな私が名古屋駅前本校だけといいますか、通学だけで、こうやれることについてお話をしていきますね。さあ、簡単にまとめておきました。2020年目標、野畑クラスの特徴とあります。6項目にまとめておきましたので、簡単に話をしておきますが、1つ目、理解中心の講義。当たり前ですね。予備校にお金使ってね、授業を聞いて、テキストを1行目から読んでいく朗読、意味が全くない。当然、理解をしていただかないといけませんから、分かりやすく、とにかく噛み砕いた説明を心がけていきます。当たり前ですけどね。で、今回は特に2020年に関しては、この2番と1番のリンクなんですよ。ご存知の方もいるかもしれませんが、2020年の試験から改正された民法が試験に出題されます。もう大改正ということなんですね。で、この改正民法に完全対応した講義を私はやっていきます。で、レック全体は当然改正民法に対応したテキストで対応した講義をするんですが、例えばね、例えば行政書士の講師だけをやってる方からすると、この2020年の試験に向けた行政書士講座で初めて改正民法の講義するんです。で、僕どうかと言いますと、僕は実は公務員講座も名古屋で担当させてもらってて、公務員はね、もう早い時間で、早い時期にもう改正民法で講義やってるんです。だから、この時点で私はもう改正民法講義1回やってます。なので、1回やった上でさらにフラッシュアップして、2020年目標の行政書士のところでまた民法の講義できますから、そこは強みですね。もうしっかり皆さんに、この改正民法の話をできるので、ここは期待してください。ここも期待してください。あとは3番、4番、セットみたいなものなんですけども、授業を聞いて分かったということになっても、じゃあ果たして本当に分かってるかどうかって確認するのすごく難しいんですね。なので、復習しやすいような資料ですとか、復習しやすいような、ツールの提供っていうのも私はしています。ちょっとまだね、授業を何もやってない方からすると見てもわからないかもしれませんが、例えばこんなものを授業で配ってます。民法という科目で心理療法というテーマを使っていきます。で、授業でこのテーマを勉強して、ご自宅に帰ってもらって、クエスチョン、これに答えてもらいます。で、基本行政書士試験の問題ってマークシートですね。マークシート、丸か×かということなんですが、この僕が出すクエスチョンは丸×ではない。心理療法っていうものは原則有効か無効か、具体例も挙げつつ考えてくださいってね、頭をとにかく使わせる。
あの本当にあの理解してないと思いつかないんですよ。で考えて考えて考えることによって、まあ、その考える力身につきますね。で覚えたものも考えることによって定着しますから、これすごく力つくんですね。はい。なのでこういった僕は理解度チェックって言ってますけども、授業で勉強したことが本当に分かってるかどうかの確認ツールをしっかりあの提供していくってことにしてますね。はい、まあ、これぜひ活用してください。あとはさあ5番6番です、うん、こっちかな、はい、5番6番です、5番、多資格試験分析した出題予想とあります。もう個人的に出題予想が趣味でして、こう何が出るかなってもう昼夜考えてるわけです、うん、でこの分析というのはもちろん行政書士試験を分析して、じゃあ2020年度何が出るかなってことも考えてますし、多資格試験、まあ、公務員試験とか司法書士試験とか司法試験とか、まあ、法律が出てくる他の資格試験の問題も見ながら、じゃあ今年の行政書士の試験は何が出るか、ここまで分析してます。はい、まあ、全部が当たるわけではないんですが、まあ、結構ねいいとこ行ってるんで、授業の中では、まあ、これ出るかもしれませんって話はしっかりしていきます。はい。あと6番は講師ブログでの情報提供ですね、まあ、多くの先生がブログやってますけども、私もやってます。できればもう通学の授業の中で全てお話をねしていきたいんですが、まあ時間の関係で全部できないかもしれませんので、まあこんなことやっといてくださいとか、こんなことを意識してくださいねみたいなものはこのブログの中であの提供していきたいと思います。うん、まああのそうですね、ここには QR コードとかないですから書いておくと、まあ検索で簡単です。あのノバターって言ってノバターって言って、あの行政書士って打つと、まあ、ブログ出てきますから、はい、こんな形であの検索してもらうといいかな、はい、ということになってくるんですね、うん、まあ、6個今項目挙げましたけども、まあ、どれも自信持って提供できるものですから、ぜひあの私と一緒に2020年行政書士合格を目指していただければと思います。であとはじゃあ分かったと、野俣と勉強したいが、お前はいつ講義をするんだということになりますから、一応名古屋駅前本校のスケジュールの確認も簡単にしておきますね。はい。さあ名古屋校に関してはこういつからでも勉強が始められるように毎月あの開講日設定してます。で一番早い私の講座の開講日が10月の6日ですね。はい、10月の6日です。ここ見ると日曜日を使っていくクラスなので、日曜日の午前午後ですね、午前午後9時半ぐらいから休憩挟んで、まあ、3時半ぐらいまでを、まあ、目処として講義をしていく、はい、まあ、週1回ですねのスケジュールということになってきます。で10月6日スタートで、次のクラスが例えば11月24日スタートです。まあ2019年の本試験が終わった後のクラスですね。で今私が手元に持っているパンフレットには記載がありませんが、まあ、当然あの1月2月の開講もあります、うん、まあ、好きな時から始めてもらえるってメリットがありますね。あとは、うん、まあ、通学はしたい、野俣の講義は良さそうだけども、ちょっと休日無理っていう方はあの平日クラスもあります。担当は僕ではなくなってしまうんですが、はい、名古屋校の講師他にもおりまして、平日クラスで例えば11月の11日から月木月木週2回でスタートするクラスもあります。夜ですね、19時15分からという夜のクラスがあります。でこれね、両方出ていただいてもいいです。休日出て平日出る OK です。平日出て休日出る OK です。両方出る OK です。はい。でもし両方とも出られませんという場合はウェブ講座があります。私先ほど憲法を担当してますという方をしましたが、あのウェブ講座、通信講座がありますので、それもね自由に受けてもらえます。なのであの受け漏れはレックの講座は基本ないんですよ。通学もできる、通信もできる、受け漏れはないっていうのがあのレックのスタイルですね、うん、さあ
なので、まあ、今いろいろお話をしてきましたけども、まあ、とにかく私の特徴という点からすればこちらの6項目、はい、ということになっていきますので、ぜひ一緒に勉強したいと思う方は名古屋駅前本校でね、勉強していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。あとそうですね、最後になりますが、このパンフレットのそうですね、結構最初の方に合格体験記ってあるんですね。はい。で、2年連続で合格体験記一番大きいところドカンと掲示されているのが実は名古屋校の僕のクラスの方なんです。はい。この年も前の年も名古屋校の方がこの一番大きなところを飾ってもらったんですね。またお時間ある時に確認をしていただければと思うんですが、まあこの方の説明の中にもね、僕のことを書かれているというところですね。はい。まあオリジナルレジュメ一問一答教材にしましたですとか、あとはですね、あ、講師の声良かった、私の勉強のほぼ 100% が先生であり、まあいろいろ書いてますから、まあいいことしか書きませんけどね、まあぜひ参考にしていただけるといいんじゃないかと思います。はい、ということで以上で2020年合格目標のレック名古屋駅前本校野端クラスの、まあ講義内容ですとかね、勉強方法を説明しました。はい、ぜひ一緒に勉強していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。